平い張り付きの傘平い張りファッションとは、傘や帽子などに平い張りを取り入れたファッションのことで、ベンジャミン・フランクリンが発明した、平い張りが紹介されて、以降の18世紀のヨーロッパで流行した。特にパリでは、女性であれば平い張り付きの帽子を、男性であれば平い張り付きの傘を身につけることが人気であった。このファッションの基本的なアイディアは、フランクリンの発明した、 保護装置が人の代わりに落雷を受け止めてくれ、地面に垂らされた細い金属の鎖を通じて安全に電気が逃がされるというものである。技術的には有効性が立証されていたため、木造の建物を保護するために、フランスでもすでに一部では、平井針が設置されていた。そのため、その科学的な仕組みが同時代のファッションにも取り入れられたのである。18世紀半ばに、 ベンジャミン・フランクリンは木造の建物を保護するための平井針を発明したがアメリカで平井針が普及したのはようやく19世紀に入ってからで彼がそのアイデアを初めて公表してから50年以上も経っていた一方でその頃ヨーロッパの社交界では彼の実験は電気というよりもファッションに関する話題として受け入れられていた平井貼り付けの帽子をかぶった女性人間の頭に アクセサリーと一緒に平い針を置き、落雷から身を守るというアイデアを試す実験が行われたのは1778年である。女性の帽子には金属を折ったリボンが巻かれ、そこから銀でできた細い鎖が垂らされた。この鎖は背中の服の上から地面に垂らされた。稲妻がリボンに落ちれば、理論上は電気が鎖を通じて地面に放電されるため、 この帽子をかぶっている女性の安全は保たれる。保護帽にもなると考えられたこの種の帽子は、1778年にはパリの流行ファッションとなった。フランスではこの帽子はそのまま、平い帽と呼ばれた。この帽子の男性版は、さっきの尖った棒がついた傘であった。棒から伸びた金属の鎖が、開いた傘の上から地面に垂らされるため、 この傘には雷が伝わる経路が備わっていると言える。この傘もフランスでは平井山と呼ばれた。フランスの医師で作家のクロード・ジャンボード・ロネーは完全に伸ばせば6メートルにもなる携帯式の折りたたみ型平井ハリーの実演を行った。これは畑にいる農夫のように開けた場所にいる人が使うことを想定したものだった。1851年の万国博覧会に合わせて 書かれたユーモア劇、ロンドンの水晶宮あるいはパリジャンでは、中国人の発明として平い張り付きの帽子が登場する場面がある。ありがとうございます。